はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第108回でございます。で、今回のテーマは10月は注意が必要っていう、でサブテーマが受験生のみんなここ勝負どころだよっていうのと、相談メールについてのお願いという感じでなっております。じゃあ早速いきましょうかね。で、今回は特に相談とかではなくって、10月に入って最初の時はちょっとこれ話したいなと前から思ってたので、今日4日かな、なので話していこうと思うんですが、10月になりました。はい。で、基本的に今回受験生のみんな、特に高校受験、大学受験の方ももちろんそうなんですけど、高校受験のみんなが意識してほしいなと、特にね、中心的には思うことを話していきます。で、何かっていうと、注意が必要って別に体調管理とかもちろんそうなんだよ。寒暖の差がすごい激しい時なので、10月は。だから、体調を崩さない。これは中高生関係なくなんですけど、もう体が資本です。もう受験生は特に。もちろん普通の人、俺たちもそうだけど、体が資本なんだけど、とにかく体調を崩さないっていうのがすごく大事。で、これはなぜかっていうと、もちろん受験本番の時、インフルエンザになりましたとか、言い訳にならないです、もう受験は。もうそれはもう自分の自己責任なので完全な。だから体調を常に整えておく。睡眠時間の確保とか、ね、その手洗いうがいとかもちろんそうなんですけど、で、そこももちろん大事なの。ね、大事なんですけど、何が大事かって10月で何の注意が必要かっていうと、モチベーションです、ここ。ですね、これは持論で俺が勝手に思ってる。塾講師をやってきた中で、いろんな子を見てきた中で、そういう傾向があるよねって思ってることなんですが、受験生、基本的に夏休みが終わると、やっぱり本格的に始まります。周りの空気もちょっとピリピリし始めるし、もちろん。これは、高校受験、大学受験関係なくだと。もちろん大学受験の方の方はね、もともともっと前からもピリピリされてるので、やっぱ緊張感が違うからさ、大学受験と高校受験って。なんですけど、やっぱ特に高校受験を控えてる、中3のみんなですね。で、ぜひもう中1、中2の、みんなもし聞いてくれてる方がいたりとか、中1とか中2のね、お子さんをお持ちの保護者の方とかもぜひ覚えておいてほしいんですが、夏休みが終わると、さっきも言ったように空気が結構変わります。で、全体的にこうモチベーションが高くなるし、ピリピリし始めるんですけど、10月ってちょっとそのピリピリとか緊張感が切れやすいんです、ちょっと。で、これなんでかっていうと、8月、夏休みが終わって9月の頭になりました。で、9月っていうのは夏休みが終わって、そこでね、例えば塾の夏期講習を必死にやった子もいれば、例えば自分の動画を使ってくれてる方でも勉強を一生懸命やった方とかたくさんいらっしゃると思うんですね。で、学校始まったので、ずっと休みだったの学校始まるっていうちょっと変化が起こってる。で、しかもこう久しぶりにみんなに会ったら、こんなこと頑張ってたとか、こうなったっていう、こう新鮮な気持ちで溢れるので、結構緊張感が持つんですね、9月って。でも10月に入るとやっぱり慣れてくる。そので、緊張感もなくなっていくし、10月ってまだ受験までちょっとあるよねって感覚になるんですよ。で、これが11月になると、もう来月冬休みだよって。で、冬休みになったらもうね、こうやって過去問やったりとか、ちょっとスケジュールがね、緊迫してくるので、また緊張がちょっと出始めるんですけど、10月って冬休みまで2ヶ月あるんですよね。で、しかも、例えば私立1月の受験だとしても、センターとかもそうですけど、11、12、1って、まだ3ヶ月あるんですよ。で、まだ3ヶ月とまだ2ヶ月って結構違くて、ここ。で、まだ3ヶ月あるし、で、私、県立とか公立の受験やったらもっとあるでしょ。だから、ちょっと休憩しても気を抜いてもいいかなって思いがちなんですよね。で、やっぱ受験生のみんなって常に自分との戦いでしょ。もう常にさ、心の中にサボりたい自分がいると思うんだよ。わかんないよ。これみんなって言ったら失礼だったね。俺はいたからさ、すごく。勉強してても、ゲームしてとか、テレビ見てとか、電話してとか思うわけだよ。メールしたいとかね。当時 LINE とかなかったけど、多分今の子たちだったら、誰かと LINE したいとか、LINE 送ろうかなとか、いろいろあると思う。葛藤が。で、やっぱそこに緊張感とか不安とか、そういうものをこうエネルギーに変えて自分と戦ってモチベーション上げて頑張っていけるんだけど、10月ってそこがまあいいかなってなりやすいんだよね。で、たった1ヶ月じゃんって思うかもしれないけど、この10月の1ヶ月をそうやってまあいっかって思って過ごすか、いや待てと、ここだ、ここ頑張るところ、勝負どころだよって、もう一回気を引き締めて頑張るかによって、来月から11月、そして冬休みで本番って、この勢いの違いがだいぶ出ます。
なので、おそらく、自分との戦いだからさ、もう自分の気持ちを、自分が一番わかるでしょ。自分の気持ちっていうのは。だから、それをね、自分を素直に向き合った時に、やっぱりちょっとサボろうとしてる自分がもしいるようだったら、そこをちょっとグッと耐えて、いや、今だよって、今ここ頑張るとこなんだ、と思って、ぜひ頑張ってください。こうね、最近やっぱりすごいメールで相談メール、あとね、お願いちょっと話しますけど、相談メールをもらえます。本当に来るときはすごい数が来るんですけど、で多いのはやっぱり不安なんだよね、みんな。でどうしても不安だし、不安をエネルギーに変えれたらいい、ね、不安をやっぱ払拭するのって練習とか努力しかないから、そこで培った自信っていうもので打ち消すしかないんだよね、不安っていうのは。でも不安だから例えば友達に LINE をしてしまうとかね、そういうのもあったりとかさ、でそういった自分で自己嫌悪になるんだよ。またうまくできてないで、全然頑張れてないんです私、どうしましょうって、もうダメですよねこんなんじゃ、みたいな来るんですけど、サボりたい自分がいるとかね、ちょっとこう弱音を吐いてしまう自分がいるって全然悪くない。そんなこといいじゃん、だって不安なんだもん。でもそこでサボってしまうのか、まあ力を抜いてしまうのか、ちょっとグッてこらえて、辛いんだよ、みんな辛いから、でも辛いんだけどグッてこらえてもう一回頑張るかっていうところ、そこがやっぱり大事なとこだよね。ターニングポイントになる。そっち側を歩いていくのか、ね、力を抜く道を歩くのか、それとも辛いって大変なことが待ってるって分かってるけど、でもそっちの道を選んで歩いていくのかっていうのを、ぜひ自分の心とね、こう向き合って、でグッと耐える、まあね、ハイチがあんなこと言ってたなってちょっと思ってもらえれば嬉しく思います。本当にこの1ヶ月踏ん張れるかどうかでだいぶ変わるんだよ、この先の受験勉強のリズムにしても、まあ、本番の試験にしてもそうなんですけど、でそういった子をたくさん見てきてるし、でやっぱり、まあ、自分未熟なので全員が全員うまくね指導できたわけではないんだよ。やっぱりこの10月どうしてもね、こうスイッチをうまく入れてあげられなくって、でね、こう、まあ、受験もうまくいかなかったっていう子もいたからさ、そうだから、そういった子が後で後悔するのはすごく辛いので、ね、一人でも減って、で、まあね、やってよかったなって、あの時頑張ってよかったなって、受験が終わった時にとかに、思ってもらえると嬉しいなと、個人的には思います。で、これね、今回ちょっとサブテーマにわざと書かなかったんですけど、名前出したら悪いなと思って、このね、今週ぐらいに、ものすごいね、同じ相談をもらったの。で何かっていうと、友達と勉強するのってそんなに良くないんですかって来たのね。でやたら来るから、同じ相談、え、なんでだろうと思って聞いたんだよ。ちょっとある子にメールを返信した際にね、そしたら、ちょっと名前はねあえて伏せますけど、もう超有名な YouTuber さんです。ある、もう日本でめっちゃ人気の、本当トップ3に入るんじゃないかってぐらいに超人気の YouTuber さんが、自分も好きなんで見てるんですけど、その方がある話をしたのね、勉強の話を。でその方が、友達と勉強するのは良くないよって、やめた方がいいよっていうことを話してたらしいんです。で、それを教えてもらって、自分もそれ拝見したら、その通りおっしゃってて、で、それで不安になった方から相談が来るっていう。そう。ね。で、もしかしたらこの話を言って、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、で、もう多分同じように不安になってる方いらっしゃると思うんで、ちょっとこの場を借りて自分の意見を寄せてもらうと、自分はその方と同じです。友達の勉強はやめた方がいいです。おすすめしない。俺もやったことほとんどないです。基本的に一人きりです、勉強は。で、友達との勉強の唯一の使い方だったら問題の出し合い一個です。でも、ほとんどしなくていい、それは。で、するとしたら気分転換でするか。ずっと一人でやってて、ちょっと集中力切れてきたなとかいう時にするか。で、友達とする時も、きっちりルールが守れる。そこまで信頼できる友達がいいです。例えば今から1時間は LINE を絶対やめようって、携帯の電源一緒に切ろうって言って嫌な顔しないでやってくれる子、そうやってメリハリを一緒につけてくれる子だったらまだいい。そう、でも基本的には受験本番は1人だからね。もちろん高校受験とかだったら会場にね、同じクラスの友達とか仲いい友達とかいるんだけど、でもそれは友達だって、でもライバルだから、そこは。そうだから基本的に受験は1人きりなので、個人的には俺も一人でやるべきだと思ってます。勉強に関してはね。もちろん相談とかするんだよ。相談とか分かんないとこ聞くっていうのは友達だったり先生だったり、学校とか塾の先生とかね。
うまくやってもらったらいいんですけど、そこは一人じゃなくてね、頼っていいんですけど、一緒に勉強するっていう行為はおすすめはしないです、個人的にはね。で、最後に相談メールについてのお願いでございます。で、これは前もねちょっと話しているんですが、ちょっと付け足しで、基本的に相談を送ってくれるときに、こうやってダラダラ上で返答というか、答えを、ね、言うことも多いんです。自分はそのテーマにさせてもらうので、で、ダラダラ上で取り上げてもいいかどうかをまず書いてください。書いてなかった場合はダメなんだと思います。だから取り上げません。で、あと最近やっぱりいただくことが多いので、結構例えばいただいて翌日3日連続で相談を、ね、同じ相談をいただいたりとか、なんで返してくれないんですかってやっぱり書いてくる方もいらっしゃるんですけど、具体的な数字は言わないんですが、ちょっと物理的に返せる量ではないので今なので、一応全部読ませていただいてるんですけど、自分が返せる範囲で、一応自分本業の仕事もありますし、このね動画の撮影とかちょっといろんなことをやっている身なので、物理的に返せるだけは返しますけども、100% の返信ではないです。事実上今ね 10% ぐらい、多分10件15件に1件ぐらいしか返せてない状況にあるので、その点をご理解いただけた上で送ってもらえたらなと思います。一人でも多くね返信できるようには頑張りますので、よろしくお願いします。で、あともう一個なんですけど、そのダラダラ上で取り上げてほしくない方、まあメールで返してほしいって思ってくださる方、ぜひなんだっけ、ペンネームというかあだ名で構わないので、名前を書いていただけると助かります。で、なぜかっていうと、自分返信するときに名前が書いてあれば、なんとかさんとかなんとかくんとかなんとか、まあ、なんとかさんが多いかなって書いて、なんとかさんこうこうこうですよって名前を呼びたい人なんですけど、ない場合はあなた様っていう表現を使うので、これこうね完全に個人の自己満足なんですけど、できればペンネームでもあだ名でも構わないので、名前でちょっと呼んで、それで気持ちを込めてちゃんと書きたいんです、返信どうせ書くんだったらと思ってるので、ちょっとその点もご配慮いただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。ではちょっとね長くなっちゃいましたが、今回もね締め方間違った今回はハイチのダラダラジオ第108回、10月は注意が必要というテーマで喋らせていただきました。今回もここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回ですね、まだちょっとテーマ決まってないんですが、またもしよかったらね、そっちの方話していきますので、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。